どうも、まゆこです。あなたの価値を教えてくれ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。前回まででどこまで行ったかっていうと、第5章で犯人がね現れるんですよ。で、ななみちゃんがもう山から落ちかけるんだけど、なぜか犯人はななみちゃんを助けって感じですね。続きやっていきます。捜査一課のハリミヤです。お待ちしていました。現場はこちらの頂上です。頂上？わかりました。アリサ、急ぎましょう。そうね、急ぎましょう。体力はあるんですか？ちょっと気になりますが、メズメソン、これだ。LHK 図の隣で行われていた工事現場は、現在失踪中のサラミア雄一が手配したものであった。これによりサラミアが犯人の協力者である可能性が高いわ。これはパート9で言ったやつかな、多分9で合ってるよな、きっと。そう、それぐらい。 OK、登り切ったわ。着きましたね。話を聞きに行きましょう。はあ、待ってよ、ゆずる。アリサ、休日にゲームばかりしてるからですよ。自分にも返ってくる。たまにはジムにでも行ってください。ジムには行ってるからセーフ。はい、運動しながら遊ぶゲームでも買うわ。じゃあそうしてください。行きますよ。結局休ませてくれないの？関係者に話を聞く。とりあえずこの人に聞くのが一番かな。どうもハリミヤさん、お疲れ様です。事件について話してもらえますでしょうか？ええ、まずは私から犯人の特徴についてお話しします。犯人は黒のダウンジャケットに黒のズボンの服装、手には軍手をつけており、靴には白の布をかぶせていたそうです。足跡を残さないようにか。さらに紫龍ゆうまくんたちの証言によると、犯人は例の仮面をつけていたそうです。次に身長ですが、とっさの出来事だったことや地形の問題もあり、思い出しては見たものの詳しくはわからないだそうです。一応背は高くも低くもないと証言していました。以上が犯人の特徴です。ありがとうございます。それで事件当時の話が聞きたいのですが。それなのですが、できれば被害者の口から聞いてもらってもいいでしょうか？まあそらそうだわ。どうして？それが不可解な点があって。わかったわ。私この5人の声を演じ分けるのは無理なんですけど、ちょっと厳しいので、ほどほどに男女分かる程度に読みますね。はい、今までとは大違いな穴の多い犯行。犯人の特徴は黒のダウンジャケットに黒のズボンの服装、背は高くも低くもないらしい。ゆうまくんから逃げたことも考えると、犯人は男性である可能性が高いわね。体力的な問題だったらゆうまくんもそこそこないと思うけど、まあ追っかけたってことなんでしょ、つまりは。ゆうまくんに聞くのか。はい。お久しぶりね、ゆうまくん。無事で何よりだわ。はい、お久しぶりです。他の方に何度も聞かれたと思いますが、今日の出来事について私たちにもう一度話してもらえないでしょうか？はい、わかりました。今日は佐川七海さんと田神さんに行く話になり、学校が終わった後ここに行きました。その後頂上であれこれしていたら、突然ゆずの声が聞こえ、振り返ると例の仮面をかぶった人物がいました。ゆずさんはどうしてそこに？
私は買い物に行く予定だったのですが、たまたまゆうくんたちと道で会って、その時にダジンさんに行くと聞いていたので、少し気になって。気になった？一体何を？ゆずる、そこはいいから話を進めさせて。すみません、続きをお願いします。はい、それで頂上まで登った時にゆうくんたちが喋ってるのが見えたんですが、その近くの木の陰に人影が見えたんです。犯人ね。そうです、息を潜めてゆうくんたちの方を見ていたので、怪しく思い近づいてみたら例の仮面が見えて、すぐに例の事件の犯人例の事件の犯人じゃないかと思い、それで思わず逃げてと叫んでしまいました。それで先ほどの話につながるのですね。それでそこからは。私が崖から落ちそうになったんです。思わず後ずさり、落ちそうになったってことかしら。はい、それでユーマに手を取ってもらい、一時はなんとか落ちずには済んだのですが、私は左手を怪我していて、崖からぶら下がった状態の中、ユーマに支えてもらう状態だ、もらうしかない状態だったんです。ちょっと待って、あなたたち無傷だったのでしょ。その状況でどうして犯人は。逃げられたんです。え、ナナミは犯人に助けられたんです。不可解だな。どうして？ユズ。何？警察に通報しろ。え？早く。ナナミを助けたのはおそらくこいつの狙いが俺だったからだ。無関係のナナミを助けたことを考えれば、俺らの知り合いの可能性がある。レオか？この仮面さえ取れれば。待て！ユーマ、ダメ！ああ、もう、追いかけないと。メモだ。このメモって、まさか。そう、待て、犯人追いかける、マジ。こっちを辛くクリックの方が楽だ。ゲームオーバーになっちゃった。ちょっともう一回、もう一回チャレンジよし、帰ってきた。おお。間に合ったのか？そう。あれ？なんか落ちてない？あのキーホルダー、さっきはなかったような。あれ？待って、見たことある、これ。やっぱさっきのレオだったのかな。なんかレオにさ、渡してなかったっけ、あのサリちゃんが。なんだこれ、なんか非売品のキーホルダーをプレゼントする話をした気がする。ユーマ、ナナミ、大丈夫か。こっちのセリフだよ。
勝手に突っ走って、もし何かあったらって思った。どうした？ユーマ、そのキーホルダーどうして持ってるの？え？じゃあ私はレオにこのお土産を使って機嫌取りでもしてこようかな。それ、サリちゃんがレオくんに渡していたキーホルダーと同じやつなの。同じもの？うん、しかもね、いとこのお父さんがキーホルダーの製造に関わっている人らしくて、だからこのキーホルダー、まだレオくん以外は誰も持っていないはずなの。ねえ、ユーマ、まさか。いや、これはただ落ちていただけのやつだよ。それにただ似ているだけだろ。ナナミの見間違いじゃないのか？そうかな。当たり前だろ。だってもしこれが犯人の落としたものなら、レオビスタニアが犯人じゃないか。助けられた。それは本当なのね。はい。一つ聞きたいのですが、メモや仮面は残されていませんでしたか？刑事さんにはもう渡しましたが、メモだけは落ちていました。こちらです。すべての滞在が終結した。終結のケツの字が違うのが気になるな。すべての滞在が終結したですか。他に何か犯人の特徴や気づいたことはありませんでしたか？何もありません。言えないよね、そりゃ。わかるよ。そうですか、わかりました。犯人を特定するものは見つかりそうにないですね。そうね。アリサ、犯人が助けたという点についてどう思いますか？なんとも言えないわね。標的以外を傷つけるのはポリシーに合わないっていう犯人なりの考え方があるのかもしれないし、確かに復讐犯であればあり得る話ですよね。ええ、まあ正直犯人が助けたってことはどうでもいいわ。むしろ犯人がなぜこの状況で犯行を行ったかが私には不思議でたまらないわ。私も同感です。今回の件は模倣犯という可能性もありえますね。そうね、だけど決めつけることはできない。何か理由があって無理に行った可能性もある。時間の関係や場所など、とにかく憶測しか立てられない今はユーマくんの身を考えるのが賢明だわ。そうですね。とりあえず本部に戻りましょう。ええ。情報が更新されました。見ましょう。仮面とメモ。今回はメモだけが残されており、全ての滞在が終結したと記されていた。おそらく今回のこの事件で最後だったのだろう。本当に最後なのかなっていう感じはしますけどね。終結のケツの字が決定のケツなんだよな。ってことはあれだよ、もうそこできっかり終わりますよっていう意味の終結なんでしょ。簡単に言えば決議が終了したみたいな、そういうあの感じで読みを見ればね。合ってるか分かんない、ごめん。それは合ってなかったら字幕で入れる、けど結局ユーマくんをさが次の狙い目だって思われてるの
どうなんだろうね、本当に。わかんないよ、これに関しては本当に。模倣犯。いや、模倣犯じゃない気もするな。レオなのかな、犯人。車を手配しますので、ここに待っていてください。わかったわ。でも、なんか気づいてそうな気もするけどな、アリサのことだから。それにしても疲れたわね。山なんて登るものじゃないわ。ヘリでも用意してくれたらいいのに。後でこっそり寝ようと。誰あれ。そこのあなた、そこは立ち入り禁止よ。お、新キャラですね。そうですか、すみません。もしかして例の殺人事件の犯人が現れたのですか。ん？どうして事件が起きたじゃなく犯人が現れたって質問をするの。わからないんですか、捜査一課の刑事さん。なんで知ってるんだ。状況を見れば簡単です。これだけ警察の人員がいるのにもかかわらず、救急車の動きはほとんどありませんでした。つまり怪我人が出ていないにもかかわらず、これだけの騒ぎになっているのであれば、一つ目に被害者が犯人と遭遇しただけという可能性が挙げられます。そして前例のある事件であれば、これだけの数が動くのは納得ですし、さらに例の連続殺人事件に特徴があるため、すぐに犯人がわかるでしょう。例の仮面でもつけていたのでしょう。よって私はあなたに例の殺人事件の犯人が現れたのかと聞いたのです。なかなかの推理力だな。憶測に過ぎない、素人の推理ね。肝心な部分が抜けすぎだわ。ええ、ほとんど省きましたから。あなた何者よ。変な質問ですね。ただのやじ馬ですよ。怪しいと思うならすぐそこの雑貨屋さんに聞いてみてください。事件当時の時間だと思いますので。え、そうするわ。随分と疑われているみたいですね。でも刑事さん、この事件素直に考えていたら、沼に落ちますよ。え？おい、誰や誰や。沼に落ちますよか。なるほどね。沼に落ちますよ。普通の推理じゃ答えにはたどり着けませんよってことが多分言いたいんだろうね。ちょっと気になります、あの人。名前が早く知りたい。はい、ということで今回もいい時間なのでこの辺で終わりたいと思います。いや、事件がどうなっていくんでしょうか。犯人は本当にレオビスタニアなのか、とても気になります。ありがとうございました。バイバーイ。